こちらはニューヨーク双方。その一角にあるスペースに何やらたくさんの荷物が。一体何なんでしょうか。これらの荷物が次々と開けられていきます。その中身は絵画。そう、実はアサヤン新機軸第2陣、ついにその大個展がここニューヨークにおいて開催されたんです。常に斬新なニューヨークカルチャーを生み出し続け、世界的アーティストを続々と輩出している芸術家の街、ニューヨーク双方。その一角にあるこちらのスペースが今回大個展の会場となるギャラリーなんです。日本から空輸されてきた作品が次々と飾られ、着々と準備が進められていきます。今回のこの大個展の目的、それはバイヤーやマスコミ関係者、さらにはエージェントの人間など、ニューヨーク在住の目の肥えた人々に第2陣の作品の数々をお披露目すること。ここで何らかのオファーを受けた作品や高評価を得た作品に関しては次なるステップを用意。そう、今回の大個展、海外進出に向けてのいわば第一次審査のようなものなんです。今回この大個展に出品された作品数は、絵画、イラスト、書、オブジェ、陶芸作品など、さまざまなジャンルから実に61作品。果たしてこの中から高評価を得て次なる段階へと駒を進めるものは現れるのか。そんな中、そうなんです、なんと早くもオファーが寄せられたんです。それは一体誰のどんな作品なのか。実はアサヤン新機軸第2陣、そのニューヨーク大個展開催と同時に大変なことになっているんです。果たして世界に羽ばたくアーティストとは一体。この番組はエイベックストラックス、エドミントン、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。アサヤン新機軸第2陣、ニューヨーク大個展、ついに開催。そこで一体何が起こったというんでしょうか。早くも大変なことになってしまったんです。第2陣も動き出しましたね。はい、それを見てみましょうか。ちょっと第2陣、はい、第2陣、第2陣ってあれやな、個展やね。あ、個展か、ニューヨークの双方で。そうか、ニューヨークで。おー、そうしやしやしや、そっちもちょっとね、動きがあったようです。はい、大個展開催前日、日本から持ち込まれた61作品、それらがギャラリーに次々と飾られ、着々と準備が進められていきます。今回この大個展に招待されているのは、ニューヨーク在住のバイヤー、マスコミ関係者、エージェントの人間、さらにはキュレーター。キュレーターとはギャラリーや美術館などで作品の管理や構成を考える人々。それだけにアートを見る目は確かな人たちなんです。今回のこの個展はこういった人々に対する大お披露目会。ここで高評価を得たものだけが次なる段階へとステップアップすることができるんです。ちなみに今回出展された作品には、それぞれアーティスト自身が設定した希望価格が付けられています。これは売買が中心というニューヨークのギャラリー事情に合わせたもの。この希望価格もまた作品の良し悪しとともに評価の一つの目安となるんです。そんな中、ついに迎えた大個展開催当日、午後7時のオープンと同時に多くの人々がギャラリーにやってきました。まずはオープニングレセプション、ニューヨークの慣例に基づいて盛大に催されました。そして早速彼らは所狭しと並べられた61点にも上る作品、その一点一点を見て回ったんです。果たして彼らの目に留まる作品はあるんでしょうか。ここで今回出展された作品の一部を、そのアーティストとともにご紹介いたしましょう。作品名、花の妖精。昆文構造、動画化。これまでにない動画というジャンルを極めるべく、これからもずっと子供を描いていきたいといいます。希望価格は55万円。
さらにニューヨークで活躍するアーティストやキュレーター、エージェントの人々からはこんな意見が寄せられました。It's unusual because you don't know, it doesn't necessarily resonate Japanese here. It seems very multicultural. And if you told me that you had a collection of artists from around the world, that there is to the art world that there is now European. And I love Asian artists. なかなかの評価を受けているようなんです。こうして大個展オープン初日は大盛況のうちに幕を閉じました。新機軸でございます。はい。朝よん新機軸第2陣。ついに前回その大個展がニューヨークにおいて開催されたんです。こちらはニューヨーク双方。盛大なオープニングレセプションとともにその幕を開けた大個展。ギャラリーに集まったのはバイヤーやエージェント、キュレーターといった人々。今回の個展は彼らに対する大お披露目会であり、世界進出へ向けてのいわば第一次審査のようなものなんです。そして今回この大個展に出品された作品数は、実に61作品。そんな中、引き続き催されていたニューヨーク大個展、61作品中、人気のある作品が絞り込まれてきたんです。では、ニューヨークの目の肥えた人々に認められた人気作品の数々をご紹介いたしましょう。まずは1、2を争う高評価を受け、今回のインビテーションカードのデザインにも使われたこの作品もかなり人気があったんです。作品名、花の妖精、構文構造、動画化。わらべの絵、動画という新しいジャンルを極めるべく子供たちを描いた作品です。そうなんです。この6人のアーティストの作品に人気が集中したんです。今回の大個展の目的とは、世界進出へ向けてのいわば第一次審査。そう。つまりここで高評価を得たものに関しては次なるステップがあるんです。というわけで、今回人気が高かったこの6作品の作者は次なる段階へと駒を進めることになるんです。一体6名のアーティストに用意された次なる新展開とは何なんでしょうか。さらに第2陣の6名には今後いかなる展開が待っているのか。アサヤン新機軸第2陣、世界進出に向けての挑戦はまだまだ始まったばかりな。こちらはニューヨーク双方。昨年この地において大々的に開催された世界標準第2弾ニューヨーク大個展。海外進出の第一歩としてニューヨーク在住の目の肥えたマスコミ関係者やエージェントの人々に作品をお披露目しました。